写真拡大。第101回全国高校野球選手権大会第12日が18日、甲子園球場で行われ、準々決勝第2試合は、中京学院大中京、岐阜が6対3で作新学院、栃木に逆転勝ち。春夏通じて初の準決勝進出を決めた。1点を追う8回、無視満塁で元が本塁打を左翼ポールギアに運んだ。試合は作新学院が先制。1回1失1、2塁で4番の石井がスリーランを放った。しかし、中京学院大中京は7回1失1、2塁で井上が左前的自打、さらに石満塁で猿原が右前的自打を放ち1点差に迫った。そして8回、3つの四球で得た満塁のチャンスで元が劇的な一打を放った。中京学院大中京は、北昇、南北海道との2回戦で7回に4点を奪って逆転勝ち。優勝候補の東海大相模、神奈川との3回戦では7回に7点を挙げて逆転勝利を収めた。これで3試合連続の逆転勝利。フルカウント編集部。